V6 のモニター、まあ、V6 解散したんですけど、森田さんと森田剛さんと宮沢りえさんが、まあ、新事務所をスタートさせるということで、まあでも当たり前って当たり前ですけどね。そうですね、ジャニーズ事務所の退社されましたし、活動してるわけですから2人とも、まあ、夫婦でってことなんですけど、ね、佐々木さん、宮沢りえさんと、そう、宮沢りえさんの思い出っていうのはね、結構いっぱいあって、はい、最初に三井のリハウスのCM やってた頃に、うん、初主演映画っていうのがあったんですよ。僕らの7日間戦争っていう。ああ、ありましたね。あれ、角川でしたっけ、うん、なんか。そうですよね、うん。それでね、インタビューに行ったんですよ。だから、ね、本当にね、リハーサルの CM 見た時も可愛いと思ったんですけど、うん、その後、トンネルズの、なんか皆さんのお金ですよ、うん、出てましたね。結構出てて、それ見てたんですけど、いや、本人ね、もうとんでもない可愛い。うん、やっぱ生で見たらそう。その後もだから、いろんな取材してて、貴乃花との、うん、ありましたね、婚約、破棄会見とかがあって、うん、である時ね、東宝の何十周年かの記念パーティーみたいなのに映画会社が行った時に、うん、隣ってか並んで前にいたんですよ、宮沢りえさんが、うん、和服着て、うん、めっちゃいい匂いだった。ちょっとぼーっとしてたら、中で達也さんにいらみつけられたっていうのを、そうどうでもいいんですけどね、そうそう。確かにオーラありますよね、オーラありますね。一回、神の月かなんか映画、主演映画の、なんかインタビューで、ちょっと別のキャストの方のインタビューだったんですけど、うん、なんかその現場に行って、目の前通った時に、ああ、やっぱ、ね、結構こういう仕事なんで、それなりに芸能人の方お会いするんですけど、やっぱちょっとオーラありますよね。でも一時期その激痩せしてみたいなことがあったんですけど、それから戻って、でハワイにいた男性と結婚って話になった頃にもちらっと、うん、頃はもうちょっと またちょっと体型戻ってきてて可愛らしかったんですけど ね。でももうあっという間にもう40いくつですか。そうです ね、うん、そう。でもいい女優さんになりましたね。ね、だから森田さんも多分ね、本格的なまあ俳優活動する上で、まあ、宮沢さんのまあサポートもってことなんでしょうけどね。で、今度多分これ夫婦の出演が結構あるかもしれない。ああ、夫婦だから今までジャニーズと、まあ、そうですよね、確かに。同じ事務所になってことによって、まあ、実際にオファーしてる番組もありますし、もう夫婦で出てくれないか、ゲスト出演してくれないかっていうところもあるんで、まあ結構これから夫婦で見られるかもしれない。ああ、それは確かに楽しみですね。うんうん。